それではですね、これから23年度のですね、確認問題、これをちょっとですね、見ていきましょう。まずはその誤ったところをまず説明をして、それからその正しいところについてはどう解釈するか、まあ、それについて、2段に分けて解説をしていきたいと思います。でまず最初にですね、1番からいきましょう。でこれは一般に土木工学のところなんかに属するわけですね。1番、シルト分の多い糊面が凍結融解を受ける可能性があるときは勾配を急にする。勾配を緩くした方がですね、安全がありますね。シルト分というのは要するに細かい砂ですね、滑りやすい。したがって、この糊面がですね、凍結融解さえ起きやすい、まあ、そういう時は糊面を緩くしようということで急にしちゃいけませんよ。これですね。では5番取りました。から糊面植生孔は糊面に定着し一定期間生育できるものを選定する。糊面っていうのは要するに土木構造物はですね、非常に長い期間にわたって持ってもらわないで一定期間だけダメですね。だからこれは永続的に育成できるものを選定しなくちゃいけないということですね。したがって一定期間だけでは糊面の安定には資さないということで永続的な生育できるものを選びましょうと、こういうことですね。6番ですね、受注者が瑕疵のある成果物を引き渡したときに発注者は補修の請求ができない。これは補修の請求がですね、瑕疵があるときはできますよということで、木造なんかの場合は1年間それから鉄筋コンクリートなんかだと大体2年間ね、それから重大な瑕疵があったというような時はこれは10年間、まあ、こういうことになってますので請求はできるということになります。それから9番、ここからはですね、舗装関係の重要なところになってくると、こうですね。で、舗装工学関係だったね。で設計 CBR が3未満の時、その改良深さは3未満だったらそれはですね、大体50センチから1メートル全部改良しなくちゃいけない、こういうことですね。12番に来て、予防的維持工法は舗装強度を補強するために行う補修である。予防だからね、壊れてないね、壊れるかもしれないからあらかじめ予防しようってのは予防工法だ。これだから強度を補強するためじゃないな。だから表面がちょっと荒れてるって、そういう程度だと性能を回復するために行う、そういう程度で強度を補強するようなものは予防的維持工法に入ってないよということだな。表面性能回復、ちょっとダラダラしてるから、コートをかけて、しっかり表面がダラつかないようにしてあげようと、そういう性能を回復する程度のことを主に言っていますよと、こうやってね。だから15番、タックコートに用いる乳剤はアニオン系またはノニオン系とする。でこれはタックコートにはですね、必ずカチオン系を使わなきゃいけない。接着力一番強いのはカチオン系だ。だからプライムコートとかタックコートにかけるのはカチオン系のアスファルト乳剤を使う。でアニオン系ってのは大体これは舗装の表面にかけたりする。それからノニオン系ってのはアスファルト混合物を混合するためのアスファルトを使う。これは電荷がどっちもない、プラスでもないね、マイナスでもない、ゼロです。カチオン系っていうのはこうプラス系ですね。それからアニオン系っていうのはこれはマイナス系でやつね、まあこういうものです。それから22番、ホイールトラッキング試験で混合物の疲労破壊抵抗を評価した。これはね、組成変形輪数、これを求めるんだな。組成変形輪数、1ミリの組成変形輪数をする回数を求める。1ミリだけこうすり減るような状態、それを組成変形輪数を求めるということで、ホイールトラッキング試験は組成変形輪数を求める試験ですよというわけね。疲労破壊抵抗というものはこれをホイール抵抗では求めません。それから続いてですね、23番、石灰安定処理した炉床では六化クロームの溶出量を確認する。六化クロームを持っているものはセメントだ。セメント安定処理した炉床では六化クロームの溶出量を確認するということで、石灰ではなくてセメント安定処理の時に六化クロームを確認しなきゃいけませんよと。それから25番、混合物をダンプカーに積み込む場合は一箇所に山積みした。これは要するに材料分離が起きちゃうので、これ平均化ね、平らになるようにダンプをこう動かして平均化になるように積まなきゃいけませんよと、そうですね。27番、回質アスファルトがローラーに付着しないよう水を散布した。水じゃダメなんだな、これ経由を散布しようとね。
それから28番、点圧は低いところから高いところに向けて、これは正しいんだ、低いところから高い。で、案内輪じゃなくて、これ駆動輪を動く側だな、動く側をフィニッシャー側に向けて行う。いいですね。低いところから高い方に向けて成功するんだけど、あのローラーのですね、駆動輪、動く側をアスファルトフィニッシャー側に向けてやってた。案内輪ってのはだから、駆動輪でない側だな。ということで、向けるのは駆動輪をフィニッシャー側に向ける。例えばバスだ。これだな。それから29番、ポーラスアスファルト混合物の仕上げ点圧時、90度以上の状態でタイヤローラーで締め固めを行った。これ70度、90度だと空撃が潰れちゃう。タイヤローラー重いから。な。だから空撃が潰れないようにするために、ある程度アスファルトが冷えて硬くならなきゃ。どのぐらいかというと、70度程度になったらちょうど締め、あの仕上がりにちょうどいいよということで、仕上げ点圧を行うときは、70度になってタイヤローラーを使うと。こういう組み合わせだ。続いてですね、今度は34番いきましょうね。34番では、床板と表面の温度差によるアスファルト混合物の温度ひび割れは縦割れになる。要するに床板の下とね、表面とが温度差があった場合にどういうふうに割れるかっていうと、これはね、横方向に割れる。横方向に割れる。だから縦割れはしない。ね、横方向にこう線に筋が入る。そういうことですね。横方向です。それから35番、補修の構造設計、これ出ますよ。補修の構造設計は前に出てますからね。設計は路上路盤再生工法は設計を行うんだけども、路上表層再生工法は行わないんだ。再生を行わない。行うのは何かというと、路上路盤再生工法と打ち替え工法、局部打ち替え工法ね、それからオーバーレイ工法、それから基礎表層の打ち替え工法、この5つだけなんだ。だから路上路盤再生工法と打ち替え工法と局部打ち替え工法と、それからオーバーレイ工法と基礎表層の打ち替え工法、表層、基礎と表層の打ち替え工法、この5つだな。これを整理して覚えておくね。もうテキストにちゃんと書いてあるから、しっかりそれを整理してください。それから38、任意仮説は浮世絵者が定める仮説であり、設計変更の対象となる。対象とならない。ね。して、あの、任意仮説は浮世絵が決めるので、これ変更の対象になる。だけど、指定仮説は設計変更の対象になる。任意仮説はならないけど、指定仮説はなるよと。こう言ってください。ね。指定仮説っていうのは発注者が決める仮説だからな。浮世絵者が決めるのは任意仮説だからな。42番。原価管理では本社は工種別に、現場はですね、あの費用別、これ逆。本社では費目別に管理、あの管理してくださいよと、現場ではどちらかというと工種別に管理した方が簡単だろうね。こういう区別をつけておく。それから44、道路工事の迂回のルートの計画は事前調査に基づき受注者が定める。迂回のルートはですね、これはあの警察署長が道路管理者、これが指示された。指示された通りにやるということで、浮世絵が自分で決めるわけにいかないと。ね、ルート計画。はい。それから、セメント安定処理剤をロバンに用いるときは、ここよく出てきたな。セメント安定処理剤のときは、基準密度としたって、これダメなんだよ。ね。アスファルトが入っているやつは、基準密度。セメント安定処理って入ってないんだよ、これ。このロバン。これはだから、最大乾燥密度の 93%。いい。で、の9。ということで、これは、基礎の、アスファルト混合物なんかだったらこれは基準密度になるけどね。ということで、アスファルトはちょっとでも入ってた、劣性安定処理とかね、セメント劣性安定処理とか、そうです。劣性がちょっとでも入ったらこれでやるわけ、あの基準密度で。それ以外はみんな最大乾燥密度でやりますよっていうね。それから51番、表層の出来方は、基準高、厚さ、幅、平坦性。基準高っていうのはないんだよ。基準高っていうのは何かというと、路床とあるのはね、路床と下層路盤だけ、下層路盤だけがあるわけ、路盤だけが。だから路床と下層路盤だけが基準高さだと。それがないんだ、基準高さ。だから表層の出来高は平坦、あの厚さと幅と平坦性、3つだけ。いいね。ということで、基準高ってきたらこれは下層路盤と路床だけなんだかな。ということで注意しよう。それから53番、休憩時間は6時間超の労働に対して45分だな、45分。それから8時間労働に対して1時間ということですから、45分と1時間ね。それから56番、歩道及び自転車道の高さの建築限界、これはね、2.5メートルだから、2.5メートルの
高さを取らなきゃいけませんよと、これだな。それから積載荷重が超過する、要するに2トンの車に3トン積むと、まあこういう時だね。これは道路管理者じゃなくて警察署長の許可を受けた。積載荷重を超えたらね、ただ20トンを超えるような、それ車両制限量を超えた時は道路管理者だけども、こういう車両の一般の車両が積み荷をしすぎてる時は道路管理者の許可がいるじゃなくて、これは警察署長の許可に行きますよ。道路管理者の人は車両制限量を超える20トンを超えたとかね、ということです。それから元請けはですね、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画、これはね、再生資源利用計画というのは再生資源を搬入するとき、搬入するとき計画、促進とつくとこれは搬出するとき、それ区別なんだな。まあ、いずれにしてもこれは1年間だけ、記録を保存しなきゃいけない、特定の元請けはね、記録を。それではですね、23年度の問題の確認問題で、正しいもの、ね、これについての、まあ、正しいからいいと言えばそれでいいんですけども、ちゃんと説明聞いた方がより理解しやすいということで、説明していきましょう。そうしますと、まず2番からですね。表層処理工法には、サンドマット工法、砂を引くんだね、これね。砂の厚さはだいたい50から120センチぐらいね。いや、セメント安定処理工法を用いるということで、表面だけを軟弱地盤を直す。そして何かというと、一般にこれ根指数を確保してトラフィカビリティを確保するために表面を安定処理するしますよ、表面処理工法しますよって、これ正しいね。だからボックスカルバート、要するに道路の下に入れるカルバートだな、水を抜いたり人を通したりするカルバートの内腔は横寸法は一般に1メートルから5メートル程度とすると、これ正しいんです。それから4番、自転車歩行者用専用道路の標識による規制は、これは2つあって、公安委員会と道路管理者が両方で決めますよとね、この標識だけは、この標識だけはこの公安委員会と数少ない道路管理者が両方で決めます。それから7番のところは一軸圧縮試験を、これは粘性度の先端強さを求めるため、だから一軸圧縮試験といえば粘性度の強さを調べる、この区別でよくここ差し図道なんかになって、誤り、一軸試験は粘性度の強さ、先端強さを調べる試験ですよ。それから横断測量というのは、これは、中心部位を基準に横方向にですね、高低差を調べるということで、直行する方向、中心線と直行する方向の上下の方向を調べていくということで、横断測量、横断、道路の横断です、道路の横断方向を調べていく、そういう試験です。それから、いよいよここからですね、舗装工学の方に入ってくるね、舗装工学の方に入ってくる。そう、10番は、搭乗抑制層の安定処理した層が20センチ以上の時は、それを路床として計算する。だから、路床の計算は20センチごとに行う、20センチ、最低20センチ単位で行うので、この搭乗抑制層が、要するに凍結しないようにするために20センチ以上のですね、採石なんかを入れた場合は、これは路床として計算をしなさいよということで、20センチの時は路床として計算するですね。20センチ未満だとどうなると、これは、それは無視してですね、それ以外の強さのところを一緒に合わせてやればいいと、こういうことですね。20センチ以上の時は路床として評価しなさいと。それから舗装設計荷重、まあ、これはね、49キロニュートンですね、荷重が。疲労破壊輪数は10年間のこの累計と思ってる。だから舗装設計荷重は、それでこれは5トン車ですね、要するに1トン1つの5トンに相当する昔のね、質量で言えば5トンだな、49キロニュートンによる疲労破壊輪数は大体10年間累積したもので、要するに舗装を設計しなさいよということになってるわけですね、これを疲労破壊輪数という定義だな。疲労破壊輪数は49キロニュートン荷重が10年間通ったような数で、舗装を設計しなさいよ、こういうこと、それは設計荷重という。13番、フルデプスアサルト舗装って何かというと、路床の設計 CBR で6以上にしなきゃいけないね。フルデプサーフスは何かというと、全部という路盤と上から路床から上を全てアスファルト混合物で行うのをフルデプス、深さ、アスファルト全部の深さをアスファルトで舗装する、これをフルデプアスファルト、フルデプスアスファルト舗装と。その時に
炉床の強度が弱いとですね、余計ぐにゃっとなっちゃうので、炉床の設計 CBR6 以上になるように改良してからフルデプスアサルトを使いなさいと。で、これ何のためにやるのかしたらね、これは例えばガードなんかで道路、鉄道を下をくぐる時のガードの高さが大きいとぶつかっちゃうでしょ。で、その高さを低くしたいため、道路の厚さを薄くしたいと。で、そういう時には、下げたい時にはですね、こういうフルデプスアサルト舗装によって高さを広げてあげると。ね、薄くすることによって広くなるでしょ、高さが。そういう時にこれ使うわけよ。そうやな。だから混合物の運びのためにフィラーの一部に石灰とかセメントを使う。ね、ということで、石灰やセメントを使うことのフィラーの代わりに、フィラーって石粉だよな。石粉の代わりに石灰やセメントを使うことによって混合物の剥離を緩和することができるよ。それから16番。劣性安定処理剤の規格は安定度は、これ覚えた方がいいかもしれないね。安定度は。安定度って圧縮強さだな。これは 3.43。からフローチ、これ変形量だ。変形量が10から40でありますよ。ということで、劣性安定処理の規格は、安定度は 3.43。それからフローチは10から40ですよと。ね、まあ、20が40ってこれ100分の1センチ単位だから、ね、この100分の1しなくちゃいけないということですね。それから17番、通常の混合物に比べてギャップアスファルト混合物は滑り抵抗が大きい。ギャップって何かというと、普通骨材の流度はきれいにこう並んでんだけど、ところどころ抜けてる。だからゴツゴツしてるということで、そういったものをギャップアスファルト混合物、滑りだから滑り抵抗を大きくするときはギャップアスファルト混合物、そういう骨材を使えばいいですよ。こういうわけね。18番、耐摩耗性を高めるためにポリマー回質アスファルトは硬質骨材を使うと。ね。ね。耐摩耗性を高めるためにはポリマー回質アスファルトや硬質骨材、硬い骨材を使えば耐摩耗性に強いですよと。こういうわけな。だからワーカビリティが同じとするためにサインサと、それから革砂利、革砂を用いたときはどうなるかというと、サインサは角張っていてですね、流動性が非常に悪いんですね。だからワーカビリティを高めるためには耐陰水量を多くして水を避けれない。だからサインサの方が砂利に比べて、川砂に比べて水をたくさん入れる。だからね、同じ柔らかさにするためにはサインサの方が川砂よりか余計水を入れなきゃいけませんよということなのね。だからコンポジット舗装ってある。コンポジットは何かというと、これはコンクリート舗装、あるいは半たわみ製舗装、この上にアスファルトを施工して、そして地盤の支持というか荷重は全部半たわみ製舗装とかコンクリート舗装が持って、アスファルト混合物は強度を保たない、単に上に置いてあるだけ、通行を良くするためにある。これはコンポジット舗装。これ最近のこれ流行でですね、新しい高速道路環境は全部コンポジットでできるようになってきてる。最近よく試験出てきます。だからコンポジット舗装というのはコンクリート半耐摩性舗装の上にアスファルト舗装だと。しかしそのアスファルト舗装は計算に入れないと。そういうような設計の仕方をするのはコンポジット舗装。これだな。それからアスファルトコンクリートの再生骨材を用いると修正 CBR は小さくなる。アスファルトの骨材というのは熱が上がるとアスファルト入ってるから溶けちゃうんです、少しな。だから修正 CBR が小さくなる。だから普通は 10% 程度強度を落とすと。ね。10% ぐらい強度を落として設計するということが普通に行われている、ね。それから続いて24番、プラント方式によるセメント安定処理の施工目地は端部を直角に切り落とす。いいですね。ですからセメント安定処理、プラントから中央プラントから運んできたような劣性運んできたセメント安定処理を打ち継ぐときはそこでパンと直角に切って新しいやつを打ち継ぐという、そういうふうになるよと。直角で切る。プラントでやったセメント安定処理は端部を直角に切る。で、石灰安定処理はどうするかというと、セメント安定処理は直角に切るけど、石灰の場合は要するに表面を荒らしてそのまま打ち継げばいいということで、直角に切るのはセメント安定処理だけだよということだな。それから26番、スランプは5センチ未満だったのでアジテータラクト1時間以内に荷下ろしした。まあこれは別に誤っているわけではないので、5センチ未満だったら一般にダンプトラックで1時間以内、それから5センチ以上だったらこれはアジテータートラックでやるわけだな。だからこれはアジテーターでなくてもいいんですよ。だから5センチ未満であったら普通トラックでいいよな。トラックでよろしいと。
回転しなくていいわけね。アジテーター使うと 1.5 時間で下ろす。これは別に間違ってるわけじゃないので、構えない。 1.5 時間以内に下ろせばいいわけだけど、この場合は5センチ未満だったので1時間以内、これ正しいわけね。それから転圧コンクリート板は振動ローラーで締め固めて、これは二次転圧かな、振動ローラーで締め固めてタイヤローラーで仕上げると、ね、ということです。連続鉄筋コンクリート板は下層の敷き流し、それから背筋をして上層を敷き流し、コンクリートをね、で一層の締め固めということ。だから一番下にまずコンクリートを3分の2のところに入れて、で背筋をして上の3分の1を敷き流して、それ締め固めるときは上下層一度で締め固める、いいですね。まあ、これは連続鉄筋コンクリートに限ると普通全部一層で締め固めますので、一層で締め、ここはポイントだな。層を分けて引き流すんだけど締め固め一層だよと、こういうな。だからコンクリート系の保水性の際ですね、保水性保素の際、ポーラスコンクリートに保水剤を練り込んでいったと。保水剤というのは例えば水を吸収してですね、そして夏になったらその水が出ていって、舗装で冷やすという、まあ、そういうもの、これは保水性舗装と、ね、いうことで、これは正しいということになりますね。それから関節加熱混合方式は再生骨が 30% 未満、ね、用いるということです。併設というのは大体 30-60% ね、まあ、そういったような再生混合物を作る時の場合は関節加熱方式を使って 30% 未満だったら、再生骨材が 30% 未満だったらそういうふうなもの、それから 30% を超えたら併設するとかね、そういったような併設の混合方式を使うといったようなものがあります。ということで 30% 未満と関節加熱混合方式を整理したこと、あとテキストをちょっとよく見ててくださいね。それから36番、路上表層再生工法、道路でですね、道路上で直す方にリミックス法っていうのとリペーブ法というふうなあるわけで、リミックスというのはですね、深いところまである程度こう混合してですね、品質を改良する効果がある。リペーブ方式って表面だけはうまくこうなるようにやる方式で、若干リミックスの方は品質の改善効果が非常にあるね。でリペーブ方式は表面がきれいになって通行は円滑にいくと、まあ、こういうような2つの方法があって、まあ、いずれ取るかはどちらかというと、痛みが激しい時はリミックスを、痛みがそれほどでもない時はリペーブをして、まあ、こういう使い分けをしていってるわけですね。それから続いて路上路盤再生工法は重工通路に用いる時は表層を切削除去すると。なぜ切削除去するかというと、路盤のところにですね、表層を用いるとアスファルトいっぱい入ってるので、それを混合してしまうとですね、修正 CBR がさっき言った 10% 低下しちゃうんだよ。だから路盤の重交通に使うところはもうこれアスファルトのけちゃわないと。だから切削してのけちゃって骨材だけでちゃんと路盤をこしらえて流動化しないようにしなくちゃいけないっていうんで、表層を切削するというのはこれは重交通だから表層、普通はもうそのまま使っちゃうんでガーッと混合して、だけど重交通が通るところは表層をのけちゃわないと、熱くなったら下から滑ってきちゃうからな。だから表層は除去してアスファルト分を少なくして、路盤をこしらえる。一般の交通の場合はこれ一緒に込みでやっちゃうと、こういう違いがあるというわけな、はい。それから再生骨材の配布率が 60% 以上、さっき出てきたな。 30% 未満は加熱混合方式で、配合率が 60% 以上多くなったら、これはドラムドライヤー方式、混合方式を使うとね、ドラムドライヤーを使うと。でこの 60% と 30% の間は併設加熱混合方式というのを使うと。だから、30% 未満と30から60と60以上と 3種類、再生骨材の量によって、方式が混合する方式が違ってくるよと。アスファルト混合物のね、ということです。40番、抑線式工程表は作成が容易で、作業の進行状況が一目だから、これね。それから工程管理では、工程を遅れたときに日程短縮を行い、工期を守る。そうですね、遅れたときは日程短縮して工期を守る。いいですね。道路上の作業場の進入の出入り口は交通の背面。いいですか、交通量の背面から車両を入れるということですね。ですから、交通量の背面から車両を入れるということになります。
ちょっと分かりにくいかな。こういうふうに車が例えばこうなってるとね、道路がこうなってると、でここで工事やってると、こうしましょうか。ここで工事やってると、で左側からこう来るな、こう来たらこっからこう来て、ここに車を置いて背面だから、ここへバックしてここへ、だから現場に入るときは交通流の背面から入ると、こうやる、後ろからね、分かったね。こう本当はこう入ると、こうままポンと入っちゃいけない、背面から後ろから入っていくというのはそういう意味だから、こう背面、こうよく試験でね、ここ背面から入ると。はい、それから46番、年1回の頻度で、定期点検するプラントはその印字記録でもって品質管理していいよね。1年間ちゃんと定期点検を行っていることが確認できたら、この記録を持って品質管理してよろしいということです。から47番、高知黒商材料の含水費の管理は土の締め固めで求めた施工含水費で行う、これはいいですね、普通とね、高知黒商も同行ですから同じことです。から出てきたよ、出来高管理基準、管理がついたら受注者が決めるんだ、いいね。でこれが検査ときたら発注者なんだ、こういいね。出来高管理基準だから受注者、これ正しいんだね。企画地は、企画地は発注者が使用書で定めるね、こういうことだから、管理とついたら受注者ということですね、その性質。それから49番、セメント安全処理材料の品質は仮想ローマの一次圧縮強さが 0.98MPa という仮想ローマのな、の一次圧縮強さになるよと、これも整理しておこう。それから舗装における必須の性能、持たなきゃいけない必須の性能、これ実地試験でよく出てくるんだけど、疲労破壊輪数ね、組成変形輪数、それから平坦性、この3つはですね、確保しなきゃいけないということね。これを必ず性能を確認しなきゃいけない、性能はこの3つの性能を確認で、あとコンクリートだけはもう十分にすり減りに抵抗できるよということで、組成変形輪数はコンクリートの場合疲労破壊輪数と平坦性だけでいいんだよ。アスファルトの場合は疲労破壊輪数と組成変形輪数と平坦性3つなんだな。コンクリートの場合は疲労破壊輪数と平坦性だけで、これはないということだな。そのあたりもよく試験についたのが出るので注意しよう。それから砂地管工法、これは流径が 53mm 以上の大きい骨材、これ以下ではですね、直径 15cm の資料を使っていいですよと。でこれを超えるようなものは25使ってくださいね。で 53mm を超えるような骨材をやるときは橋体の直径が 25cm 方を使ってくださいということになります。それから労働者50人以上の単一事業場では、これはです、ね、安全委員会と衛生委員会を設けますよ。だから特定建設業者は3000万以上下請け契約者、これは施工体制第一を使う、同時に、管理技術者を設置しなきゃいけない、こういうことだな。それから特定建設作業を行うときは施工者ね、普通は元請け業者ですけど、元請け業者は7日前まで市町村長に届けてるっていうね。それから特別管理廃棄物、これは爆発性とか毒性とか感染性がある政令で決めるものは特別管理廃棄物と言いますよということだな。例えばアスベストとか、まあ、そういうのだな、それは特別、管理産業廃棄物ですよということだな。